もうすぐ3年になります。はい、沖縄に移住
までは福島県にソウルメッセンジャーとして呼ばれてたんですけど、そうなんですよ、秋野さんが沖縄に移住したということで、うん、はい、いつ来るかと楽しみに楽しみにいますね。ありがとうございます。そうなんですよね、はい、やっと基盤ができたようで、はい、で今日の運びになります。そうですね、はい、読んでいただいたという。そうなんです。勝手にこちらが嬉しがってあ、そうですか、大丈夫ですか、はい、初沖縄、そうなんです、皆さん初なので、ね、楽しみに、ね、こちらに、ね、提供していただいた、まあ、オトラクさんの、ね、オーナーさんにも、ハヤトさん、ね、後でまた、今忙しそうなので、はい、ということで、はい、こちらですね、ボーカルのハヤトさん、紹介したいと思います。ハヤトくん、どうぞ。はい。そうなんですよね。しかもまあ、ハヤトっていう名前は結構あるんですけども、漢字まで一緒っていうのは結構僕ないんですよ。ハヤブサっていう字で人でハヤトとか、ハヤブサ一文字でてっていうパターンはあるんですけども、同じ秀逸の逸っていう人でハヤトなんですよ。まあ、逸脱の逸でもあるんですけど、ね、僕は後者の方かな。オーナーさんはきっと秀逸の逸の方なんですよね。はい、僕はもう断然逸脱の逸。そうだね、そうです。ことのほか滑ってますけどね、これね。大丈夫ですよ、俺。大丈夫だよ、俺。よし、はい、大丈夫、俺って。はい。難しいですか？あ、すいません、ね。さっきね、トイレの近くでお会いしてね、トイレかなと思ったら、ご注文される方でした。すいません。そうなんですよ。注文、僕、注文取りそうになりましたからね、僕ね。ごめんなさい、お店の人じゃないんです、みたいな話をね、ちょっとしてたんですよね。今日はこんな感じでちょっと行こうかなと思って。はい。まず最初の漫才がですね、Don't Know Why という、まあ有名な曲ですよね。ノラ・ジョーンズという女性のグラミー歌手ですよね。多分お耳にしたこと一回ぐらいあるんじゃないかと思いますけども、まあ、女性の曲をですね、野郎が歌ってみようかなみたいな感じですね。はい、そんな感じで聴いていただけるとこれ幸いかと。行ってみましょう。Thank you.
didn't come. Feel less empty as a drum. Don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. ちょっと元気なやつを行ってみようかなと思います。ドンとつながりでですね、やっぱり次の曲もドンとで始まる。Don't you worry about a thing、日本語にすると空気をするなよっていう、意味合いの歌手のスティービー・ワンダーの、曲なんですね。あ、ご存知です。素晴らしいですね。今のところ全部ハートをゲットしますね。今のところね、パキュンパキュンで2発ほど玉が当たったような感じで、ね、野郎だけに玉がね、ありがとうございました。すいません。はい、誰ですか今ムッとしたの。挙手でいきましょう。挙手で。俺は気に入らんの下ネタはっていう人、はい、僕と同じ流派ですね、はい。そんなスティービー・ワンダーの曲をですね、スティービー・ワンダーとはちょっとテイストを変えて、少しちょっと何でしょう、おしゃれな感じでますかね。ユーロな感じです。ユーロ分かってますか今いくらか。そういう話じゃないですよ、ね、大変ですよ。イギリスは抜けて今やね、来年もすごいです。あの選挙イヤーに突入しますからね、はい、皆さんユーロ抜け出そうとしてますからね、そんなユーロテイスト、we'll be right back.
リスペクトする、まあ、一人の素晴らしいシンガーなんですけど、その方の、まあ、その方が書いたわけではないと思うんですけども、その方がアルバムで歌ってるですね、How Do We という曲をちょっと、聴いていただこうと思います。How Do We、僕たちはどうすれば、これ別れた二人のカップルの歌なんですけれども、男性側から描いてますね。時が戻ることはないけれども、僕らの壊れたハートはどうやったらもう一回修正できるんだろうか、傷つけるつもりはなかったんだみたいな、そういう男性目線からの曲ですね。 How do we away from all these years, oh, can we put it back?
say goodbye, when goodbye is what I don't wanna tell you. お嫁さんはですね、そうです、ちょっと宗教上の理由で今一人なんですよ、ね、厳しい宗教でね、これはね、本当にそろそろ抜け出そうかななんて思ってます、はい、本当ですか。そうなんですよ、法外なお布施を毎月払ってますみたいな、おおって、そうだったの、それでなんです。そうなんです、それでですよ、僕はもう敬虔なその信者なんですね、ソウルという音楽の、はい、もう素晴らしい、すごい拍手すると思ってね。いや、ここは思いきり笑っていただきたいところだったんですけどね、これ拍手されるようになったらもう終わりですからね、僕ね、面白いことを言ってね、はいはい、はい、終わりですよ。さあ、かなりテンポよくいきますか。ということは、いや、ちょっとまたね、元気なやつを続けていこうかななんて思うんですね、はい、皆さん全然立ち上がってですね、踊っていただいたり、ヘッドバンキングしていただいたり、もう全然服脱いでいただいたり、もう全然自由ですからね、そうですね、かなり笑っていただいてますけれども、はい、期待していいかな、したいですよ、 OK、 いいとも終わってしまいましたけどね、大丈夫ですよ、はい、とかのあれですか、私のね、先生の、あ、何の先生ですか、フラメンコの、わお、はい、これはちょっと踊らずにはいられないですよ、あ、先生なんですか、はい、あ、これあ、すいません、ちょっと皆さん悪いですけど、ちょっと開けてください、ね、先生、まんざらでもない、ちょっと今ね、腰が半分浮いてましたからね、僕ちゃんと見てましたからね、そういうの、そういうのだけは見てますからね、あ、絶対目合わせてくれないですけどね、この辺でしょうね、嫁がいない理由、宗教上の理由ですよ、これはあくまでも、いいですか、皆さん、はい、そういう感じで、スティービーのちょっと元気のいいやつを3連発ですね、で、最後の曲なんか絶対皆さん知ってるので、ちょっと一緒にこう、配られてるペンライトをちょっとですね、振っていただけるといいかな、配られてない、あ、それはな、皆さん宗教上の理由ですか、ペンライト配られてないのは、そんなわけないですね、はい、How do we? どうしましょう、僕たちは大丈夫だ、忘れるよ、みんな一回ね、忘れるよ、はい、
Thank you.
ステージの最後に叩きつけてですね、楽器の皆さんで演奏してくれますんで、ちょっと僕は読み探しがあるんでね、一旦吐きたいと思います。また機会があったらお会いしましょう。ハヤト君です。ハヤト君です。必要ショットもありますもんね。ハヤト君まだ終わりじゃないですからね。はい、このセットの最後、西山さん、私の、1曲目もそうだったんですが、私のオリジナルで、実は、2000年にソロアルバムをリリースしてまして、その中の曲でございます。今日ちょっとそのアルバムとは違うんですが、さりげなくカウンターの片隅に私の CD が置いてあったりしましてですね、もし興味あったら手に取るなり購入いただくなり。もうあと何枚したらいいんですかね。そうでもない。ちょっと荷物の都合上、あ、はい、確か8枚くらいしかないと思うんですが、そうです。サインと握手とハグまでは大丈夫です。で、よろしくお願いします。では、オリジナルですが、ジャーニーという、イメージは世界の車窓からみたいな感じなんですが、
ありがとうございました。休憩いたします。また次もあります。また帰ってきますよ。はい、帰らない。